井先生、はい、4月です。4月が来ましたね。確かにね、これみんな困ってるかもね。日大マーチ総計とかっていうレベルのものですよね。これは武田塾チャンネル。いや、みんなも学年が変わってね。そうですね、はい、来年の今頃第一志望の大学のこう入学式とか、最初の授業とかに出てるか、もしくはちょっと行きたい大学じゃないところになっちゃってるのかと、ね、それが今後1年で決まるわけですね。なので、はい、もしね、悩んだこととかあったりしたらぜひ相談してほしいってことで、はい、そんなね、受験生の悩みとかね、答えるこの番組は受験相談 SOS。 天海先生、はい、今回の質問は何ですか？今回の質問はですね、教科別勉強法で、何々レベルと言っていますが、自分がどのレベルなのか把握するにはどうすればよいでしょうかと。なるほど、いう質問です、確かにね、これみんな困ってるかもね。日大マーチ総計とかっていうレベルのものですよね。これは、大きく2つあります、はい、あの要は日大とかマーチとか総計の標準を始めるか、どのレベルからやるかっていうのと、もっと基礎からやんなきゃいけない場合、はい、それぞれでちょっと変わるんですけど、はい、例えば日大レベル自分がいるかなとか、マーチいるかなとか、そういうその大まかなレベルを見るときっていうのは、もう過去問解いてみるのが一番早いですね。ああ、なるほど、どんぐらい取れるかって。そう、一応その武田塾のそのレベルを突破していい基準っていうのは、はい、あの例えば日大レベルを突破する基準っていうのは、日大の過去問を解いて初見で8割いくか、初見で7割を2回取るかっていうルールで、一応それができたら次のレベル進むってなるんですか。そうですね、現時点でそれができるかによると思うんですよ。確かに、それができんなら、もしくは実際大学でも合格したとかならね、いいんじゃないかなと思うんですよ、日大レベル突破できてたら、もうマーチの参考書から進めて OK ってことですよね、やってみてきつかったら下げればいいだけの話だから。僕がいろんな人見て、生徒見てて思うのが、日大とはいえ結構過去問解いてみると結構できなかったりしますよね。偏差値50の学校がね、もしの偏差値50で受かるかと言われると、いや全然解けないですよね。はい、じゃあそれよりもっと基礎からチェックしたい場合、はい、これはですね、やっぱ参考書単位で見た方がいいと思うんですよ。例えばシスタンのセンターまでの単語できるかなとか、英文法じゃあネクステとかパワーステージとかヴィンテージあたりできんのかなとか、数学の基礎問はじゃあできんの、はい、基礎問ができないで直接書き込むとかはできんのとか、そうですね、中学の数学はじゃあできんのとか、日本史全く習ったことなかったりするの、それでどの参考書からやるかな、まあ、本当に基礎の基礎からやる、日大の入門とかいるかなとか、大東はいるかなっていうのは、参考書は解けんなら解いてみて、なんならまあ本屋とかでちょっと見てみてとかで判断するといいとは思うんですけど、そうですね、ネクステとかヴィンテージのこう回答解説のページ見て、いやこれ全然理解できないってなったら、それはもう大岩からやんなきゃですよね、で一応始める基準としては、あの多少なりともできないなと思ったら低めのところから始めた方がいいですね。ああ、なるほど、入門のところからやるに越したことはないですよね。簡単なところを早く終わらせた方がいいですよ、そこができてないのに下手に無理して難しいところ行ったって、どうせそこは難しいことで、難しい参考書にそれを固めようと思うが難易度が高いんで、簡単なところは簡単で済むうちにさっさと終わらせた方がいいので、ちょっと優しめのレベルからやるのがコツですね。なので基本まずレベルが分かんないなって場合は、一旦過去問解いてみて、まあ、さっきの、ね、点数気にしてみて、もしろ過去問とか入るレベルじゃないですって感じだったら、どこからできなくなったかなっていうのに参考書とかチェックして、あ、このレベルからきつそうだなっていうところからやってみるといいのかなって思いますね。はい、はい、そういう形でレベルを把握してください、はい、で今回の質問は以上です、はい、大学別対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。